誕生30周年を記念した解決ぞろりの展覧会がいよいよスタート。初日の7日は赤金ミュージアムの屋内ステージで原作者原豊さんのサイン会が行われました。会場前から並んでくださったそうでどうもありがとうございます。これからサイン会開きますけど、もし質問したいことあったらちょっとその時聞いてください。それじゃ始めます。はい、それではお願いいたします。原豊さんは熊本県出身の児童文学作家、イラストレーターで、代表作の解決ぞろりは累計1350万部を発行している大人気作品となっています。7日はあいにくの雨模様にもかかわらず、新居浜市内外から多くのファンが会場に詰めかけました。訪れた方の世代はバラバラで、30年間の人気の高さをうかがわせます。原さんはゾロリのイラストを描きながら一人一人会話をし、奥さんで絵本作家の原京子さんを交え、多くのファンと握手や写真撮影で交流しました。特に小学生らには自分が面白いと思うことを見つけて将来の夢や仕事にしてほしいとメッセージを伝えていました。順番にご案内しておりますので、初めてだったんでちょっとドキドキしました。でも憧れの先生に会えたら嬉しかった。嬉しかった。ゾロリのどんなところ好きですか？なんか冒険とかなんかいろいろ面白い。もう上見た？見ました。あ、どうでしょう？よかった。よかった。じゃあ何回も見に来てください。はい。解決ぞろり展は赤金ミュージアム2階新居浜市美術館で29日まで開催中です。150点を超える貴重な原画やインスタ映えするトリックアートなどで魅力あふれるゾロリワールドをたっぷり味わうことができます。オリジナルのグッズの販売もありますので、この機会にぜひご覧ください。